格闘技ではね、その結果が全てっていう表現があるじゃないですか。そうですね。まあ確かに、はい、そうなんですけれども、うん、僕はね、この試合結果が全てじゃないと思ってるんです。おお<ー>、だからまあ、たけるね、はいいや、試合負けたじゃん。でも、人生の勝者だと僕は思うよ。おお<ー>。いや、He's a winner in life.Talk to me. だって、まあ。 武尊選手のストーリー、俺、実はそんな詳しくないんですけれども、その煽り映像で流れたのは、まあ、お金がないところから始まって、一人で東京、上京、うん、して、はいあ、そこでアルバイトをやりながら、うんまあ、格闘家になる夢を追いかけていった。はい、で、そこから、まあ、チャンピオンになって、はい、まあ有名になって、はい、スターになったじゃん。はい、だから、武尊はその格闘技を始めた頃 であのその求めていたものを全部手に入れたと思うんですよ、うん、だから本当の成功ストーリーですまあ全部一つ以外になりますよね、うん、自分が最強であってある事実は、うん、その一つだけは <laughs> 以外は、うん、まあだって武井選手の,たあの、まあ、立場武井,武,井武,井武井選手であれば、まあ、そう思っちゃうじゃないですかやっぱりその勝ちも欲しかったっていう。 それ以外っていうことになりま,、ね、まあそうだね、まあ、もちろんこの試合に向けて竹内選手、まあ、試合を勝つっていう目的で、うん、リングに上がったと思うんですけれども、うん、それとともに、まあ、若い子供に夢を与える、うんまあ、みんなにその格闘技の素晴らしいところを見せる、はい、その感動を与えるような戦いを見せるって、そういう目的をも持って戦ってたと思うんです。はいでまあ、試合は勝てなかったんだけどその そっちのほうの目的は果たせたと思う。ああ、なるほど。だからまあ、たける選手、試合は負けたんだけど、人生で勝ったと思うよ。はいうん、だから、直人も先ほど言ったんですけど、そのまあ、最強になりたかったっていうのも意識して格闘技始めたと思うんです。でも、たけるは最強。あ<ー>最強だったよ。はい、格闘技ってずっとさ一番強く入れる。 っはいのはい、うんでまあもしかしたら武田と天心のピークがちょっとずれてたかもしれない、うんうん、だって一時期2人とも同じ体重で戦ってたじゃん武田選手も57で、はいはい、あそこでぶつかったらどうなってたんだろうってただ武田選手は格闘技を始めた頃こういう那須川天心っていう キックボクボサーがいいるっっていうのも知らなかったじゃん、はい、だからも始めた理由は多分、まあ、格闘家として、まあ、それをし格闘技を仕事にしてやっていきたいこれでやっていきたい、はい、チャンピオンになりたい、はい、スターになりたいお金持ちになりたい夢になりたい、はい、そういう夢を持って格闘技を始めたから、はい、それを全部手に入れたのがたけるなの、はい、だからまた言うけどこの試合は負けたんだけど 人生勝った勝ったいやなるほど結構ハードだと思うやって一人で投票に行ってまあ誰も知らないジムに入門してそこで格闘家を目指していくじゃんで格闘技だけで食べていくのが難しいってみんな分かってるんだよ、うんうん、それだけでかなりまあビッグなものを果たせた、うんうん、でタケルはそれをやったで K1 チャンピオンになったチャンピオンになるのは 結構ハードだよ特に K1 ではレベル高いからね、はいはい、でもチャンピオンになってもスターになれない選手はいっぱいいるの、はい、いっぱいいるよでタケル選手はチャンピオンだけじゃなくてスターになれた、はい、うんでやっぱりこの試合の煽り映像でも流れてたんだけどタケルなんだろうその根性と努力で戦うっていうのでも本当にそうですよ根性と努力で チャンピオンになったしスターになれたと思う、うん、でそれがやっぱりケル、うん、のファイトスタイルで見れるからその戦い方で見れるから、うん、ファンがいっぱいついていると思うの本当にケル選手はその、まあ、諦めないで、はい、ずっと努力すれば、まあ、夢は叶うっていうストーリーを持ってるから、はい、僕はそうですね 本当にこの試合を見てそれが武尊選手がここまで頑張ってきたのが見れたと思う。間違いないです。結果は那須川天心の判定勝ちなんですけどでもね、那須川天心も winner i イン・ライフだから、うん、人生の勝者だよ。うん、まあ天心も結構努力してここまで来たと思う。はい、<laughs> だって武尊が最初に天心より有名でもっとスター性を持ってたんでしょ。はい まあその煽り映像によって、はい、でそれから天心はまあたけろを超えたとも言えるじゃんまあそうですねだからそこまで天心が登っていったから天心もすごいことをやったと思う 2>,、はい、で2人はやっぱりここまで強くなったここまで有名になった、うん、その理由はお互い,い,たかお互いがいたからああ 二人,の,<っ>人そのお互いのベストを引き出したと思うよはい、はい、だからもう最高のライバル関係っていうことですよね、うん、よく格闘技でライバルは大事って言われるじゃないですか、うん、これがもうそのパーフェクトだったそうだねそう二、うん、人ともお互いを見て「あこいつ」って言ってれ負けねえぞってった <laughs> それがね6年7年間続いたことでしょ、うん、だからこのライバルストーリーがこんなでかくなって二、うん、人ともその期間で負けなくて どんどん強くなって最後には試合を実現させたってそこは本当に奇跡ですよねメイジングだよ <Amazing. S 1> まあ、うん、その体重が合わないとかピークが過ぎたとか、うん、そういうなんか話もあるんだけど、うん、この試合が実現したことだけですごいことだと僕は思う、はいうん、ただねやっぱりそういう流れでこういうける選手みたいなチャンピオンと天使みたいなチャンピオンが戦うとやっぱり悲しいところもあるよね、うん、だって うん先ほど言いましたけど試合になると一人しか勝てないのそれが試合だからでも試合はやっぱり一人でできるものじゃないから、うん、そのライブル関係が必要ですまあ相手が必要です、ね、相手がまあ50%のし試合の部分だからねだからこの試合はやっぱりタバー VS 天使だったからすごかったと思う二、うんうん、人とも、うん、まあ 那須川天心が判定で勝ったんだけど2人ともチャンピオンで Winner in life 人生の勝者だと僕は思ってるだから、まあ、これから那須川天心はボクシングに行って、うん、そこで活躍して、まあ、それもすごい楽しみにしてます、うんうん